はい、では皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おもちゲームズのおもちです。今回ですけども、選択契約書でね、皆さん欲しいね、選手がいると思うんですけども、その中にね、メジャーリーグに移籍する選手とか、または他球団に移籍する選手とかね、対談する選手がね、欲しいって方もいると思うんですけども、本日ね、2月15日の更新でね、こちらの排出停止についてのね、お知らせが来ました。というわけでね、見ていきたいと思います。まあ、これね、見たら分かると思うんですけども、今永選手、由伸選手、ペルドモ選手、また松井裕樹選手とかね、上沢選手、いや本当にね、もうリアタイガーに強いねピッチャー陣がね次々とね排出停止ということで、まあ、選択契約書がねまだいつ来るか分かりませんけど、まあ、もしね次の更新で来るとしたら、まあ、もしかしたら獲得できる可能性はねあるかもしんないんですけども、まあ、正直ね獲得できない可能性の方が高いかなとは思います。あとはね、まあ、移籍するね、宮川選手とか、あと、甲斐の選手とかはね、まあ、こちらの選手たちはね、他球団でね、来年も出ると信じてね、まあ、そこまで無理する必要は純正以外はないかなと思うんですけども、何よりもね、こちらのね、メジャーリーグの行く選手、この4名、本当に全員ね、リアタイが強いんで、まあ、ちょっと今回ね、一応見ていきたいと思います。まずね、1人目、今永選手はね、今年からツーシームがつきましたんで、本当にね、リアタイでは強くなってて、上沢選手のね、左バージョンとも言われてるぐらい強くてね、まあ、大会とか、まあ、ランク戦でもどちらも強くてね、まあ、純正勢からしたら本当に必須級なのかなと思います。あと、スラカットもありますしね、球速もそこそこ速いんで、まあ、特殊能力はね、まあ、ちょっとまあ伸びきれがいくということでね、まあ、めちゃくちゃ強いわけでもないんですけど、まあ、普通に強いということでね、まあ、球威と制球、A 同値。これもね、本当にリーグ勢からしたらめちゃくちゃ強くて、一応スタミナもね、A まで乗れますし、まあ、本当にリアタイリーグどちらも強くてね、純正勢からしたら本当にこのね、2023年シリーズ2のね、今永選手が必須級なのかなとは思います。ただね、まあ、来シーズン以降も、一応ワールドスターではね、登場するのかなとは思います。能力としては、まあ、この能力でね、登場する可能性が高いのかなとは思いますね。むしろこの能力でね、登場してほしいですよね。だけど、ワールドスターはね、結局やっぱ闇ガチャなんで、確定もないですし、引くならね、もう今のうちにね、狙って引いた方がいいのかなとは思います。続いてね、オリックス、山本選手ね。いや、山本選手に関してはシリーズ2からね、まあ、フォークが剥奪されてますけど、それでもね、カットボールと、このスライダーのね、高速スライダーの投げ分けが強いですし、一応ツーシームもね、高速シュートとかもあるんで、まあ全然強いと思う。ツースプあって球も速いんでね、まあ、特殊能力もね、超奪三振賞から、2023年からついたんですけど、こちらもね、まあ、めちゃくちゃ強いんで、吉野部選手はね、リアタイでもリーグでもね、まあ、どちらでも必須級なのかなとは思います。ただね、ワールドスターでの登場ではフォーク付きバージョンの方でね登場する可能性の方が高いかなとは思います。てかそっちで登場してほしいですよね。やっぱりなんでここで今無理してね取る必要はないのかなと思います。なんでね、来シーズン以降ワールドスターでねフォークありの方を期待して取りに行くのがいいのかなとは思います。ただやっぱね、リーグ勢に関しては純正リーグ勢とかをね今のうちに持っておいて損はないと思いますね。続いてね、ロッテですね。ロッテはペルドモ選手。ペルドモ選手はね、今年のシリーズ2では、ツーシームとね、またシンキングスプリットを持ってて、普通にリアタイではね、まあまあ参るんですけども、まあ、来季からね、メジャー行くということで、まあ、純正勢ぐらいかな。純正勢からしたら結構必須級かなと思いますね。やっぱり純正はね、まあ、中継ぎでも抑えでも1枚でも多い方が強いですし、まあ、結構リアタイでも球速いんで、大会とかだったら結構参るかなとは思います。まあ、あとはね、球威と制球のね、同値も狙えますし、マニマでも登場したかな。マニマでも登場したんでね、結構限界突破とかはしやすいのかなとは思います。なんでね、まあ、純正勢で持ってない方は結構必須級かな。多分今後ワールドスターでも登場ないですし、今後プロスペース内での登場といったらね、もう OB ぐらいしかないと思うんで、まあ、取るならね、もうほんと今しかないと思うんで、ぜひね、純正勢は取ってみてください。続いてね、楽天の松井裕樹選手ですね。松井選手は、まあ、今年からね、今年のシリーズ2からね、まあ、超タイピンチが追加されて、キレ伸びということでね、まあ、リアタイにおいては本当に強くなってて、まあ、中継ぎ抑えだったらもうね、まあ、結構必須級かなと思います。まあ、純正勢だったらもう必ず必要。まあ、12球団勢でもね、まあ、リアタイ勢なら
らめちゃくちゃ欲しいとこですよね。僕もね、まあ、結構2年前ぐらいかな、こちらの松井選手を使ってるんですけども、こちらはね、まあ、通常タイピンなんで、めちゃくちゃ最新の松井選手が欲しいんですよね。まあ、本当はね、アリーバの松井選手は宿縁持ちなんで、マジで最強なんですけども、全然ね、シリーズ2の方も強いと思うんで、まあ、松井選手ね、やっぱ持ってない方は本当取りに行ってもいいぐらい強いかなと思います。まあ、あとはね、ワールドスターズの登場ね、まあ、どの能力かわかりませんけど、松井選手はね、過去にもツーシームも持ってた時期もありますし、まあ、結構ね、いつの時期で来ても面白い能力かなとは思います。結構いろんなね、能力変化球で登場してるんでね、まあ、結構面白いですよね。まあ、ただ今年のね、今回のバージョンで登場してくれたら熱いかな。あとやっぱワールドスターでね、狙いに行くのは危険かなとは思いますけど、一応ね、そちらでも登場あるんで、まあ、来シーズン以降もね、まあ、出るということで期待したいと思います。そしてね、最後は上沢選手ですね。上沢選手は本当にリアタイはね、めちゃくちゃ強くて、フォークがね、上からも下からも変化量変わんないフォークなんでね、まあ、本当にランク戦でも大会でもね、強いと思うんですけども、まあ、ツーシームもね、D に上がりましたし、今シーズンから。スラカットもあるしね、まあ、全然配球によってはめっちゃマイルかなと思います。まあ、あとは球威とね、スタミナの同値ですし、あと、A 級期間かな。で、一応 A 同値も狙えるんで、まあ、本当にリアタイリーグどちらも強くてね、やっぱ純正勢からしたら本当に必須級なのかなとは思います。12球団勢でもね、まあ、リアタイよくやる方からしたら全然入ってくるかなとは思いますね。だって、上沢選手に関しては、来シーズン来季からね、マイナーリーグの方に行くんで、今年はね、マイナーに行った筒香選手がね、ワールドスターでは登場しなかったんで、もしかしたらね、今年ワールドスターでの登場はないかもしんないんでね、また別のね、セレクションとかで登場する可能性はあると思うんですけども、あとね、上沢選手自体がね、メジャーリーグに上がってくれることをね、本当に期待してますし、まあ、それでね、登場する可能性もあるんですけども、もしかしたらね、登場しない可能性もあるんで、まあ、純正勢はね、まあ、本当に今のうちに取っとくのがいいのかなとは思います。というわけでね、話していったんですけども、まあ、ワールドスターでもね、登場する選手が多いんですけども、ワールドスターはね、やっぱり11月とか、10月、11月とかかな、まあ、早くても9月かな、まあ、遅かったらね、1月とかまでかかるんで、来年まで登場しない可能性もあるんでね、まあ、スペリーグとか、まあ、他のね、純正のリーグとか、ガチる方とかはね、まあ、今のうちに取っといた方がいいのかなとは思います。やっぱりスペリーグではね、まあ、リアタイでね、強いピッチャーと限られてるんで、そう考えたらね、まあ、今取っといた方がいいのかなとは、純正勢の方はね、特に思いますね。ってことでね、最後にね、最強決定戦の方を見たいと思うんですけども、いやー、ほんとね、めちゃくちゃ負けてますね。まあ、正直ね、もう、昨年でもね、めちゃ悔しい思いしましたけども、いやー、昨年はね、あまりにも運がなかったんですけど、今年もちょっとね、格下に負けまくってますね、ほんと、コンボ、スピリッツ。いやー、ちょっと、ほんとにリーグは厳しいなと、結構運ゲーだなと、改めて感じています。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と、あと動画のねコメントと、まあ、あとは高評価、あとプロスペースのフォロー、ツイッター、TikTok とかのねフォローしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。それではおちち。